マジで持ち上げたら9点差ひっくり返したけどね、甲子園で。やっぱり昨日は9点差では不安やから13点取ったの。13点取ったから、だから昨日13点。だからもうそこはさすがにちょっとしんどかったから。そうだもん、外野のラバーのフェンス、あれダンボールの。だから広島さんの上に行きたいかなと思って、今日も頑張ります。よろしく。じゃあ、ボーケー、スーパー。 今年の阪神はね、さ強いっすよ。鳥谷、バレンティン、最後に勝つのはカープ。鳥谷くん大好き。
今年阪神最高です。阪神最高。でも最後はまるで丸ってる。まあ強いっすわね、今年も安定してますよね。勝てるわけはありません。すいませんでした。いや、今年の阪神はすごく強いですね。去年と全然何が違うの？何ですかね。でも強い、本当ね。伊藤君がある。鈴木誠也の4番定着が早すぎる。もういや嫌い、大嫌い。打ちすぎて大嫌い。誠也隣の駅出身なんで頑張ってください、阪神戦以外で。僕はあの西川君と地元一緒です。新井さんは個人的に阪神時代から大好きです。今でも大好きです。それを言うとかね。頑張ってください。阪神戦以外で。カープもタイガースも頑張れ。泣いてるよ。泣かないよ。ユート TV チャンネル登録よろしく。最高。